川様が考える人道とは、そしてこれは武士道とはどのように違いますかという。感動するので手をついてしまいますと思わず。白身から学ぶべきことだと思いますね。はい、現代の忍者であることはできますよね。十分、はい。うんすらすばちすごく、うんすらすばち、うんすらすばちすごく、ほんわにちまりしーすごく、ほんわにちまりしーすごく、ほんわにちまりしーすごく。次の質問です。近川さんが思われる特に面白いと思う忍者や忍者が関わった歴史的出来事はありますか。あ、なるほど。一番今有名なのは、はい、服部半蔵を有名にした神君伊賀越えっていうのがあるんですけども。ありますね。天正伊賀の乱で織田信長が、はい、撃たれ、その時に、堺に流行してた、家康が、大体部下連れて30人ぐらい、かなり少数の部隊だったんですけども、一時はもうそれで少なすぎてこれはもう戻れへんなって思って諦めはったぐらいの状況だったんですけど、そこで、服部半蔵が主となって、自分たちの国伊賀甲賀の忍びたちを集めて、家康を、敦賀まで返すという、話があるんですけども、その裏では、忍びたちが活躍してたと、いう話ですね。もう一つは石川五右衛門って架空の人物かのように今ね扱われつつもありますけども、実在はしてるんです。文献にも残ってるんですけども、これも若干諸説はありますが、やはりもともと伊賀石川っていう村で生まれた忍びなんですね。盗賊として彼は有名になってますけども、盗賊は仮の姿、実は忍びとして誰かしらの命を狙ってたんじゃないかと言われてたりするんですよね。市川様のもう一番おすすめの忍者では石川五右衛門。石川五右衛門ですね。あ、本当ですか。文献には出てはきますけども、かなりこうミステリアスというか謎が多い、歌舞伎の演目にもなるぐらい、人々を魅了してるストーリーはあるので、それがさらに本当は忍びだったってなると、これはまたロマンで ね楽しいですね。私が生まれた村の隣村が石川村なんですよ、っていうのもあってね。では忍者についてはこちらが最後の質問になるんですけれども、おすすめの忍者映画、漫画はありますかっていう質問でございます。なるほど、はい、漫画で言うとね、ナルトもありますけども、忍たま乱太郎、おすすめですね。結構小さい頃に見たっていう人は多いと思うんですけど、そうですね、僕らは多分ちょうど世代だと思いますね。あれ捉え方としてはコメディ、そうですね、でね、可愛いキャラクターで、実は作者の天野先生っていう方が忍者忍術忍具武器ですね、についてかなり研究を真摯にされてて、それはちょっと知らなかったですね。で自分でも武器とか武具をね収集されて、展覧会とかやるぐらいの、知らなかった、あるんですよ。一回見に行きましたけども、すごい量ですよ。量と質も高い、ちゃんとした文献も読まれて、本来の忍びの姿を理解した上で書いてはるんですよ。内容はね、アウトプットとしてはコメディなんですけど、ストーリーの中身だったりとか、出てくる話の内容っていうのがかなり忍びのことをちゃんと伝えてる漫画だったんですよ。そうなんだ。そうなんですよ、それは本当感動しましたね。ただのコメディじゃないっていう。めちゃくちゃ見てましたけどね、僕は本当に、なので意外と忍たま見られてる方っていうのは正しい忍者知識を守ってるに等しい状態ですよ。なるほど、こうやってから見なきゃ。本当に絵画の方でもお好きな方はいらっしゃるので、忍たま乱太郎が、ナルトとか、そのだいぶ昔やってた忍者服部くんっていうのはもう完全にフィクションの、そうですね、世界なんですけども、だから忍たまを見て忍者のことが好きになって、で我々 その活動してるっていう世代の子もいますしね。もうじゃあ必見ですね、改めて。もう天野先生は素晴らしいです。現代人、我々ですね、が忍者忍術から学ぶべきことは何ですかっていう。一つは、さっき出てきたサバイバル術ですね。忍者っていうのはその仕事の特性上、生き延びないといけない、それはやっぱり
今のこの混沌とした世の中ね、いろんなことがあるじゃないですか、うん、でそれに対するその耐え忍ぶ体制も、うん、もちろん必要ですし、心が折れちゃってる場合じゃないわけですよね、まあ、特に今コロナ禍だったりしますからね、そういう状況だったとしても先を見据えてまずは生き延びると、ね、生き延びないと始まらないですからね、うん、そうですね、はい、これは本当にあの忍びから学ぶべきことだと思いますね、確かに、はい、諦めないっていう、絶対に、ね、あらゆるこう技術を使って、はい、精神性も含めて、そうなんですよ、生き延びるという、はい、でまあ、これ2つ意味があって、はい、その場を生き忍ぶっていう部分と、あとは忍びたちっていうのは時代の変化にも合わせて生き抜いてきたんです、はい、例えば、まあ、戦国時代から江戸期に入った時に、はい、世の太平が訪れるわけですよ、そうですね、となると情報収集そのものの質が変わってきて、はい、今までこう敵対した国と国と の争いの中で、はい、まあ、必要とされてた存在なんですけども、うん、徳川一般体制になって、はい、でその時に忍びたちの仕事は基本なくなっちゃうわけですよ、戦いがなくなりますもんね、うどうしようこれと、うん急になんですよ、でその時にさっきの神君伊賀越えの話もつながってくるんですけど、はい、まあ、徳川家康に服部半蔵忍び集団がこう認められ、彼らが、江戸の警備役に就くわけですよ、うん、まあ、スキルとしてはマッチしてるんです、はい、敵方の情報を調べてその江戸幕府に迫ってこないようにする、うん、まあ、いざ迫ってきたら自分たちは傭兵として戦うっていうね、自分たち の, そのスキルをうまく転換して江戸の警護職に就いたわけですよ、はい、うんうん、他にもいろんなね、あの役割を持って自分たちのスキルを生かして江戸時代生き抜いた人たちもたくさんいますし、はい、今度じゃあ明治に入った時に一気に西洋文明に振られ、もう侍とか忍びなんていう世界が全く崩れちゃうわけですよね、うん、さてどうしようと、はい、彼らはもともと薬方術、まあ、薬を調合するスキルを持ってたりとか、はい、例えば、まあ、世を忍ぶ仮の姿として、うん、まあ、組紐を作ったりとか、うん、あの和傘を作ったりとかね、まあ、いろんな技術を持ってたんですよね、はい、なので、そういう技術を生かしてそのまま職人として、転化した人たちとか、江戸の警護から今度は警察とか警備員になったりとか、ある一族はその薬のスキル知識を生かして製薬会社を作ったりとか、はい、その時代の変化にうまく乗ってどんだけ環境が変わろうとも生き抜いていくっていう、泥臭いんですけどもやっぱり必要なスキルなのかなっていう、はい、まあ、この辺りをちょっとこううまく現代に置き換えて、自分たちのこう糧にねしてもらえたらいいなと思いますね、はい、素晴らしい、なるほど、ありがとうございます、はい、そうですね、忍ぶものですもんね、はい、そうなんですよ、忍者っていうのは、はい、そうですよね、感動するので手をついてしまいますと思わず現代にまあよく侍いますかとか現代に忍者はいますかっていうふうに言われますけど、うん、現代の忍者であることはできますよね、あの十分、はい、生き延びることで、ね、はい、うん、忍者の文化を広める上で、はい、どのような障害がありますか、うん、トラブルだったりとか障害、なるほどですね、今まで感じられたことだったりとか、この道場初めて一番思ったのは、はい、海外の人にとってこの忍者っていうのは文化のカテゴリーなんですよね、なるほど、文化だったりもその精神世界のカテゴリーで、柔道とか剣道とか茶道とか、はい、華道とかいう中の一つに忍術忍道っていうのがあるんですよ、はい、文化としてこう昇華された体系だったものがあるというイメージなんですね、うん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 、で家に来られる方っていうのはそういうものをこう学びに来ようとして、来られる方が多いんですね、はい、対して日本人っていうのは、はい、まあ、良くも悪くもですけどその漫画、うん、アニメ、小説っていうそのフィクションのイメージがかなり強いんです、ね、フィクションの中でもどっちかっていうと、まあ、エンターテインメント要素がかなり強くて、はい、子供たちの遊びのカテゴリーの一つ、あ、確かになんですよ、そうですね、忍者ごっことか、もうごっこのレベルなんですよね、うちに来られる海外の方っていうのは、まあ、もちろん子供も来ますけども大半はやっぱ大人なんです、うんうん、大人たちが他国の文化を学びに来る、はい、に対して日本人はまず大人の方がうちに来ることはないんです、なるほど、子供が忍者好きやからっ てついてくるお父さんお母さんいますよ、なるほど、けど大人だけがっていうのは、まあ、ごくごく限られた方なんですよね、
そういうちょっとバイアスというかフィルターがかかっちゃってるのが、まあ、残念な部分ではあるんですけども、かといってじゃあそのメディア使ってね、大々的に忍者ってこれぐらい素晴らしいもんですよって言ったところで多分ね、そこまで響かないと思うんです。私としては本当にまあ地道な活動ですけども、はい、お子さんがやりたい言うんで来ましたっていう大人の方いますよね、はい、でその大人の方は実際やってみたらめちゃくちゃハマるんですよ。いや本当そうですよ、僕らも全然知らんかったわ、忍者ってこうやってこんなんやったんっていうのを、まあ、大体言わはるんですけど、そういう方々に実際体験していただいて知識も持っていただいて、はい、で他の人に、まあ、口コミじゃないですけども伝えていっていただくっていう、はい、まあ、活動が一番、まあ、分かりやすいのかなと、はい、あとはまあその海外の方が多く来てるっていうことを思って、なんでこんな海外の人いっぱい来はんねやろっていう疑問を持った人が調べるなり来ていただくみたいなことで、はい、まあ、広めるっていうのも一つですね。うん、だからまあその二つを考えてますね今は。なるほど、はい。どうして海外ではもうこう一つの文化として捉えられてる中で、はい、日本ではどんどんそのフィクションの方ばっかりが流行っていってしまったんですかね。はい、まあ単純にそのフィクションが日本で多く公開されてたっていうことが一つと、はい、海外の場合はどっちかというとね、その武術の方から先に入ってるんです、うん、忍術っていうのは、はい、なのでまあ入り口が近かったっていう形ですよね。なるほど、ありがとうございます、はい、市川様が考える忍道とは、そしてこれは武士道とはどのように違いますかという、こちらに大きく忍道っていうふうに書かれてると思うんですけれども、ね、はい、忍びの道、はい、まあ、忍びって何かというと本当耐え忍ぶことなんですよね、うん、何があっても耐え忍ぶと、はい、一つはそのまあサバイバル術、それからいろんな時代環境変化にも対応するっていうまあ処世術、この2つ、それからまあ情報収集を何のためにしてたかと考えると、うん、はい、それは自分たちの国を守るため、ひいては平和のためなんですよ、はい、うん、相矛盾するところはあるんですけどね、戦ってるやんってなっちゃうんですけど、はい、それは平和っていう大義があるからこそやってたわけですよ。戦国時代とはいえですよ、はい、人ですから死にたくもないし殺したくもないわけですよ、本当は。そうですよね、はい、情報収集をじゃあなんでやってたかっていうのは、まあ、もちろん敵より有利になるためではあるんですが、はい、できるならば戦わずして解決したいわけですよ、武将たちを。なのでまずは情報収集、情報戦で戦い、はい、でそれでももうどうしようもなくなった時にいざ戦ですよ。あ、まあ、戦国時代でさえそうなんです、はい、なのでやっぱり忍術忍道っていうのは平和のためであったわけですよね、まあ、平和的解決術、サバイバル術、処世術、まあ、この3つですね。なるほど、かなりそれ多くの人が持ってるイメージと違いますよね。ああ違うと思いますね、平和というのは、はいはい、武士道とどう違うかって言われた時にはどのように市川様でしたらお答えになられますか。武士っていうのは光なんですよ、はい、忍びっていうのは影、武士が表の歴史でならば、はい、忍びは裏の歴史なんですよ、はい、でお互い平和に対して向かっていってるわけです、はい、でそれぞれまあ、役割だったりその活動の内容が違うだけで、うん、本来は同じベクトル向いてます、表か裏かの違いだけと。武士道と忍道の違いだろうとね、はい、かっこいいですね武士道も本当に平和だって改めて言いますもんね、はい、だから我々が、まあ、授業で習ってた歴史っていうのは、はい、いわゆる、うん、まあ、武士サイドの表層的な歴史、はいはい、でその裏には必ず忍びもいたと、うん、素晴らしい話たくさん聞かせていただきました。いやあとまだ本当6時間ぐらいお話聞いてると思いますけどちょっとこの辺りですみません、お時間も、はい、なんでありがとうございました。ありがとうございます。では最後にですね、もし市川様の方から視聴者の皆様へ何かメッセージでしたりとか、お伝えしたいことなどございましたらぜひ。うちがこの忍道っていうのをこう標榜して掲げてやらせていただいてるんですけども、はい、今ですね、剣道とか柔道と同じように団員制で、はい、体系立てて忍術を学べるシステムができたんですね、はいはい、忍道っていうふうに言ってるんですけども、伊賀甲賀流を継承されてる番家というですね、はい、系統の、まあ、先生師範、総師範がおられて、まあ、その方が中心となって、日本忍者協議会
というものがバックアップして、はい、忍道という仕組みシステムを今提供しています。はい、2つあってですね、はい、座学と、はい、あと実技の部分、はい、両方を今学べるようになっているんですね。はい、どなたでも学べます。なので、まあ、もしご興味ある方がいれば、はい、今までそういうのを学ぶ場所がなかったんですけども、ようやく、まあ、体系立てて学ぶことができるようになりましたので。かなり最近ですか？2年ほど前ですけども、はい、2年ほど前に始まりまして、興味がある方であればもうそれで実際に忍者の勉強をしていただけるということで。はい、わかりました。ちょっと興味ありますね、僕らも正直。はい、いや、今日は改めまして本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。五川様でした。ありがとうございました。オンマキャリアスボカ、オンマキャリアスボカ、オンマキャリアスボカ、オンスラ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 スボカ、オンマリシーソーカ、オンマリチマリシーソーカ、オンマリチマリシーソーカ。Right.